マガキガイ、学名ストロンバスルウェーヌスは、バン、アシメソデボラカに分類されるマキガイの一種。西太平洋の熱帯、亜熱帯海域に分布する海星のマキガイで、食用にもなり、アマミ島や高知などで酒魚として好まれる。学名にはアゾクを用いた、コノメレクスルウェーヌスを用いる文献もある。和名にある、マガキは、竹などで、 目を荒く編んだかきねのことで、貝殻表面の模様や色が似ることによる。日本における、地方名には、トネリ、ピンピン貝、カマボラ、ハセバイ、トッコロ、スメバイ、バイ、チャンバラ貝、キレアイ、サムライギッチョ、ハシリガイ、トッビナ、トビンニア、ティラダ、トユビティラザ、トゥビキラザ、ティダラ、ティラジャー、コマガイ、ユノヌナなど数多い。アマ群島では、 どうかの昔下元のことも区別しないで呼んで、トビンニャ、ティダラなどと呼ぶことが多いが、沖の選ぶ島のように、モーティラザと呼び分ける例もある。なお、貝をつけない。マガキは、二枚貝のカキの一種クラサストリアギガスで、全くの別種となる。生貝は体か6センチメートル、角形3センチメートルほどで、貝殻の形は、体操が、縦長に発達した逆円錐型をしている。 ラト塔は七層あるが、体層に比べると低い。貝殻の表面には、褐色の殻側があるが、殻側を剥がすと白地に、褐色のジグザグ模様がある。和名はこの模様が、ひもろぎに似ることに由来する。殻口は縦長で狭く、生涯の外心内面には水平に走る。細い筋が多数あり、角口内は全体に、大々鉱色で打ち唇は、 明瞭に黒くなる。殻の色や型は生息地の緯度によって違いが見られる。日本近海での調査では、一般に形は北方ほど角形が小さく、細くなり、頭頂角が大きくなり、殻の重量は北方ほど軽くなり、殻の色は南方が白っぽいのに対して、北方ほど褐色が強くなる傾向がある。猛毒を持つことで知られる芋貝類に似るが、 本種は無毒である。区別点はから郊外側の確定に近い部分が一箇所半円形に切れ込み、外側へめくれている点である。これは、ストロンボイドノッチと呼ばれるソデボラ類に特有の形質で、生時にはここから、右側の触角と目を突き出す。目は、触角の中ば側面にあり、カタツムリのように、長い目柄の先端につく。目は、 黒白の同心縁で、貝類にしては、割と大きく、目につきやすい。蓋は、三日月型で、外側に巨子がある。本種を含む、袖ドラ類は、腹足が退化して蓋を支える、柄のようになっており、蓋で海底を蹴るようにして運動し、敵から逃げるときには、力いっぱいに蹴ることで高くジャンプする。人に捕らえられて水中から出たときにも蓋のついた足で、 空中を蹴る行動を見せるため、これを刀を振り回す動作に見立てて、高知県でチャンバラ街、切り合い、大分県でサムライギッチョと呼ぶ。西太平洋の熱帯、亜熱帯海域に広く分布する。日本では、房総半島以南で見られ、黒潮の流れる地域に多く散する。長艦帯から水深50メートルくらいまでの岩礁、岩歴域、または砂地に生息しており、 分布域では外洋に面した干潮時の磯や砂地でよく見られる。岩場や海底の付着性の微細藻類を接触する。外観が芋貝類に似るが、食性も生態も異なる。芋貝に似ているのは、捕食を避けるための擬態ではないかという説もある。甘味料理の定番と瓶や、塩ゆで高知県では、数年、和歌山県では、 主源保護のため6から8月頃に漁獲され、食用にする。地域によっては、塩茹でや、苦い、味噌炒め、バター炒め、ニラ炒め、酢味噌和いなどにされ、天ぷら、味噌汁の具や青さなどと共に吸い物にもされることもある。小さく、また貝殻の開口部が狭いため食べがたいが、爪楊枝などでほじくり出して食べると、つぶ貝などに似て美味である。高知県、和歌山県、 沖縄県や鹿児島県の奄美群島では特に人気が高く、フィリピンなどからの輸入品も販売されている。関東地方、関西地方などでは、高知産などの生物のほか奄美、沖縄産の塩油でした、冷蔵品や、苦いにしたものなども流通している。高知県では、皿鉢料理の一品として、盛り合わされることもある。 上述のように多くの地方名が散在しており、我が国では古くから地域的な食文化として定着していたことが伺える。食用以外にも海水水槽の掃除をしてくれるタンクメイトとしてアクアリウム関連の店で販売されることがある。熱帯域では特に大量に採取されるため、その貝殻も土産物や装飾品に利用される。同族異種にカキなどがある。 かつて同族とされた種に書きなどがある。間書き外を主題にした作品に以下がある。ありがとうございます。